もともとここが全部高根だったんで、改装してから数年で、大津さんの、まあ、養殖のうなぎですね。もともとここが全部魚屋だったんで、改装してから数年で、魚屋はさっきの僕のまな板のところまでが魚屋で、こっちは路地のような感じ。この辺はあんまりそこまでなかったかな。もともとは大工さんが多かった町で、東中央町になる前は大工町っていう名前で、多分ね、あっこに書いてある大工町の電信柱に、あ、そうです、昔の名残みたいな。そうです、そうです。今日のうなぎはどういう感じなんですか？今日は高知産の、まあ、養殖のうなぎですね。どういった形で調理されるんですか？これはもう腹開きにして、白焼きにして、その後蒲焼きにする定番ですね。もううちは蒸すことがあんまりないんで。
ドリンクお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。日替わりでよろしく。はい。大体あんまり定食はネタは同じなんですか？同じ、まあ、日に変わりますね。出来上がりです、はい、はい、お待たせいたしました。
しみです。お待たせいたしました。これは大盛り、大盛りなんでね、はい、いつものちょっと多めに入ってます。
お待たせいたしました。どうぞ。お店で働いててなんかすごいやっててよかったなっていうか続けてよかったなっていうのはありますが、まあ、嬉しかったことってありますけど、ああ美味しかったとかやっぱ言っていただけるとめっちゃ嬉しいです。これが臭い原因だから。
大体あのうなぎの蒲焼きってのはそのどれぐらい時間かかるんですか。そのお腹を開いてからの処理とか含めて。ちょっと今日やってみます。あ、まだ今1分でさ、開いて1分で。開いて。30分くらいかかるんじゃない。焼くのが時間かかる。焼くのも30分ぐらいかかるんですか。30分まで。ああでもどうだろう、かかるかな。生きたまんま焼いたらだいぶ縮むから、うん、じゃあちょっと寝かしてみたいな。いや寝かしたら縮んだ方がいいんですよ。あそうなの、これぐらいまで縮むの、これぐらい縮むと、縮んだ方がなんかその凝縮っていうか、そうですね、ふっくら焼けると思う。じゃ逆にその大きく見せようとしてなんかやってるとこもあったりするんですか。なんかどうなんだろう。どうなんでしょうね。その逆にちっちゃくても実はそういうこと、本当の大きさはもっと大きいですよ。一応養殖の中では一番大きいサイズなんで。約 350g。 多分もうちょっとしたらこっちの尻尾のあたりがだんだん縮んでいくのが見えるから、これで白焼き状態には完成。ここからかば焼き。
インスタグラム用みたいな感じですか。いや、これはあの塩梅のうなぎのチラシを、あ、そう、インスタで、あ、インスタで、そうそうそう、この3本の中で一番太そうなやつは。大体3,500-600円から4,000円ぐらいの間あればいつでも出せれます、はい、もう聞いてもらえれば予約みたいな、もう電話の時に聞いてもらったら、はい、大丈夫です。予約してもらった方が、そうですね、その方が確実です。で、あとはまあインスタグラムで、そういう、そうですね、土用の牛とかそういう、そうです、 DM でもいいし、はい、土用の牛の日はもう結構前日ぐらいまでは予約受けてますんで大丈夫です。この上にある、あの縄って何なんですか、あの上にある、なんかこれは、どこのだろうね、どこに、京都の日本の何神社かな、八坂神社だと思うんだけど、なんか広用神の感じ、あ、ちょっと縁起が、そうその翌年に返しに行かんといけんのだけど、全然たまるばっかりで持っていくのを忘れて忙しすぎてでも休みほとんどないの、あ、今ないっすね、あ、もうフルで、フルで、もう日曜日持ってる、日曜は昼休みでも夜仕事をする、あ、月曜は夜休みでも昼ランチがあるとか、体とかしんどくないですか、なんかこう今のところはまだ大丈夫、もう生活の一部みたいな、もう慣れてる、ね、そうなんですね。でもあれですよね、一時ランチでお休みを、あ、そうです、そうです、そういうのってどういう時にお休みになったんですか。それが岡山県の方から魚の調理を依頼されて、それをせんといけんからランチの時間に間に合わんの、ってことはそれで どこかの方に出向いて、あの福浜のうちのスーパーの方で魚の調理をして、それを配達したりしないといけない。ああ、なるほどなるほど。そういう場合は県漁連の方から依頼があって、あのお歳暮とかお中元用のサワラの味噌漬けとか。あ、質問いいですか。はい。あのお魚ってうまいまずいって なんで変わってくるんですか。まあなんか大体イメージはつくんですけど、食べて脂が乗ってるかどうか、だからもうその旬の時の魚を食べれば間違いはないと思うんですけど、もう締め方の違いとかいろいろ、まあ要所要所で多分あるとは思うんですけど、うん、その時期のものがやっぱり一番おいしいと思います。時期外れだったらやっぱり美味しくなかったり、でも脂が乗ってるってことは、まあイメージ的にはなんか寒い時期っていうのがあるんで、やっぱ冬は美味しいですから、絶対的に冬の方が絶対的に何でももう、あ、
もううなぎにしても冬の方が美味しいのは美味しい。ちなみにこの夏の夏というか暑い時期におすすめのシャク、今はイサギとかハモとか、うん、そういう、まあ、長い魚は美味しいとは思うんですけど、うん、もう秋頃からまたタチウオが入ってきたり、まあ、うなぎ、アナゴ、その辺りも美味しいと思います。これも仕込みというかもう明日小鉢用のやつです。明日の朝の明日とか今日の夜予約入ってるんで、それじゃこの2時を過ぎたら、まあ、仕込み的な普段は多分もう2時過ぎ2時半にはもう撤収して買い出しとかに行くのが多いで、大体何時ぐらい今からこちらの方4時前後ぐらいですか、帰ってくるのか。もうほとんどゆっくりする時間ないないですね。はい、でも揚げパンが映るわけで、揚げパンがこれはもう一旦寝かすということ。いや、もうこれで酢につけます。あ、ここからもう、うん、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。